日本の大陸棚延長でとんでもない事態になります。こんにちは、ネックス工業の未来です。岸田文雄首相は2023年12月22日に小笠原諸島父島の東側にある小笠原海大海域で大陸棚を広げると明らかにしました。大陸棚とは陸に続く比較的なだらかな傾斜の海底部分のことを指します。1994年に発効した国連海洋法条約によって、沿岸国の200海里までの海底とその下をその国の大陸棚であると定めています。この大陸棚が延長されるとどのようなことが起きるのでしょうか。今回は日本の大陸棚延長にフォーカスし、その特徴や重要性、今後の展望についてお話しします。動画が良ければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。大陸棚についてお話しする前に、まずは日本の海域について見ていきましょう。日本の海域面積は陸地面積の約12倍にも及び、世界で6位の広さを誇り、海岸線は非常に長く多様な海域を持ち、領海、排他的経済水域、そして最近延長された大陸棚を含んでいます。これらの海域は日本の経済、文化、そして安全保障において極めて重要な役割を果たしています。日本はその歴史を通じて海との強い結びつきを持っており、島国としての地理的な特性から、海洋は食料資源の供給源であると同時に、国際貿易や交流の窓口としても機能してきました。また海は日本の自然美や文化にも影響を与えており、多くの伝統的な芸術や行事において海が重要な要素となっています。国連海洋法条約に基づき、沿岸国は特定の条件を満たすことで排他的経済水域を超える海底の自然資源の利用に関する主権的権利を有することが認められています。日本はこの規定に基づき大陸棚の延長を行いました。そしてこの大陸棚の延長が今後の日本を大きく変える出来事になるとされています。大陸棚の重要性は、その領域に埋蔵の可能性がある資源にあります。国連海洋法条約において沿岸国はその領域から200海里までの海底およびその下の領域を大陸棚と設定することが認められています。これにより沿岸国はこの区域内の資源に対する探査および開発の主権を有することができます。さらに国連の大陸棚限界委員会の審査を経て、地形地質的にその国の大陸とつながっていると認められた場合、200海里を超える海域でも大陸棚を設定することが可能です。石油や天然ガスといった資源は世界のエネルギー需要の中核であり、これらの資源の確保は国家のエネルギー安全保障にとって不可欠となります。そのため現在世界中の多くの国が大陸棚の延長を目指しており、国際的な海洋資源の競争はますます激しくなっているのも事実です。このような背景から、大陸棚の延長は単に領域の拡大というだけでなく、経済的戦略的な意味合いをも持つ重要な政治課題となっています。今回発表された小笠原諸島父島の東側にある小笠原海大海域は、希少金属やその他の重要な海洋資源が豊富に眠っていると考えられており、日本の経済や技術産業の発展に寄与する可能性があります。また現代の高度なテクノロジー産業には希少金属が不可欠です。日本がこれらの資源を自国の海域から直接確保することができれば、資源の安定供給と国際的な競争力の向上が期待されます。さらに海洋資源の活用は日本のエネルギー政策や環境保護政策にも影響を与える可能性があります。海洋資源の中には化石燃料の代替となる可能性を持つエネルギー資源も含まれているため、これらの資源の開発は再生可能エネルギーへの移行を促進し、環境に優しいエネルギー政策へのシフトを促進することが期待されます。このように大陸棚の延長によって、日本は国際社会における自身の地位を強化し、海洋資源の管理と利用におけるリーダーシップを発揮する機会を得ています。これは日本が自国の経済的技術的な自立を強化し、国際市場における競争力を高めるための重要なステップです。一方でこのような大陸棚の延長政策は国際的な法律や政治的な課題を伴います。
日本は他国との海洋境界に関する交渉や海洋資源の開発に関する国際的な協力と競争の中で慎重に進めなければなりません。これには隣接する国々や地域コミュニティとの関係を保ちながら海洋資源の平和的かつ持続可能な利用を目指す必要があります。最終的に日本の大陸棚の延長は国内の経済発展、国際的な地位の向上、環境保全という複数の面で日本の未来に大きな影響を与えるでしょう。この動きは日本が国際舞台で果たす役割と責任の拡大を示唆しており、今後の日本の海洋政策とその影響に対する注目が高まっています。海洋生態系の保護と持続可能な開発のバランスを取ることも日本政府にとって重要な課題です。岸田文雄首相は2023年12月22日に小笠原諸島父島の東側にある小笠原海大海域で大陸棚を広げると明らかにし、小笠原諸島の海域では日本の大陸棚が約12万平方キロメートル拡大されることになりました。大陸棚はその国が資源の探査、開発、採取を優先的に行うことができる海域を指します。特に小笠原海域の海底には電気自動車のバッテリーに使われるコバルトなどの重要な資源が眠っているとされ、今後の調査が期待されています。この大陸棚の延長はアメリカとの交渉の結果成功を収めたと言われています。また今回の大陸棚の延長は申請から政令での定めに至るまで約10年の時間を要しましたが、海上保安庁が主導した大陸棚調査が成果を上げました。大陸棚の延長は2008年11月に国連海洋法条約に基づいて設置された大陸棚限界委員会に申請され、小笠原諸島の海域は2012年7月に申請が認められた約31万平方キロメートルの大陸棚延長の一部です。すでに四国海域などの2海域では18万平方キロメートルの範囲が日本の大陸棚として設定されています。 CLCS の勧告に基づき水域を接するアメリカ側とは10年近く前から調整が行われ、最近になってようやく合意に至ったのです。この延長により日本は国土面積の8割強に相当する海域を新たに大陸棚として追加することになります。日本は海洋資源の活用と開発においてさらなる可能性を広げることができます。これは日本のエネルギー安全保障だけでなく経済的な発展にも大きな影響を与えることが期待されます。小笠原諸島の海域で日本の大陸棚が延長することで日本が中国を圧倒することが期待されています。最近の研究によれば小笠原諸島周辺の大陸棚にはコバルトやニッケルなどの貴重な資源が豊富にある可能性が指摘されています。これらの資源は特に電気自動車製造に不可欠な材料です。現在世界のコバルト市場は主にコンゴで世界産出量の 58% が採掘され、中国が大量に輸入している状況です。南鳥島周辺の海底には日本の年間コバルト消費量の88年分、ニッケルの12年分が埋蔵されているとされています。これにより日本はコバルトなどのレアメタルの他国への依存を大幅に減らすことができるかもしれません。このような自国の資源による供給能力は中国に対する日本の競争力を高める一要因になります。今回の大陸棚の資源埋蔵量は未知数ですが、コバルトやニッケルなどのレアメタルが大量に埋蔵されているとの報道もあります。海底資源の開発が進めば日本は自国の技術産業、特に EV 関連産業において重要な材料を自国で確保できるようになります。これにより中国の現在の優位を覆し、レアメタル市場における日本の地位を強化することが期待されます。国際的な資源の確保競争の中で日本が新たな戦略的な位置を占めることを示唆していると言えるでしょう。今後日本が大陸棚の延長により資源大国になるかもしれません。皆さんは大陸棚の延長についてどのようにお考えですか？コメントお待ちしております。さらにこの動画が良ければいいねとチャンネル登録で応援お願いいたします。 X と LINE でも発信をしていますので、気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。
また次の動画でお会いしましょう。